単語単語はアディダスのサッカーボール。1978FIFA ワールドカップにおける公式試合玉である。名称とデザインの由来は開催国のアルゼンチンの音楽及びダンスの一つである単語が元となっている。六角形の革20枚の部分に3つの鼓を配置することによってボールの中に12の円が存在するように見せるというデザインは FIFA ワールドカップの公式試合玉において 1998FIFA ワールドカップフランス大会で使用されたトリコロールまで20年にわたって踏襲されて使用されたアディダスが提供している FIFA ワールドカップの他の公式試合玉と同様に日本のモルテンが技術提供しており製品もモルテンからアディダスへ OEM 供給されたなお日本国内ではリリース当初は モルテン単語ンとして発売された。派生タイプである単語ムーンであるは UEFA 欧州選手権1984で公式試合玉として使用された。なお、単語シリーズは現在でもアマチュアを中心に世界中で使用され続けている。2011年12月にアディダスが UEFA ユーロ2012及び FIFA クラブワールドカップ2011公式試合玉として 発表した単語12は、久々に単語デザインを用いたものとなっている。ありがとうございます。